はい、お疲れ様です。ハイさんでございます。今日ね、埼玉県日高市に来ました。ちょっとね、今時期があるんですけど、いい時期なんですけどね、巾着田のね、まんじゅう作業を見に来たんですよ。もうね、その場所の周りは大渋滞でですね、ちょっと離れたところの駐車場に停めてドボドボと歩いてるんですが、交通の便もいいんでね、電車で来られる方も多いかと思うんですが、なんと500万本のね、まんじゅう作業が咲いてる、今日見頃だってなんかね、駐車場の人に来ましたので、ちょっと中見ていこうかなと思います。では、ありますね、巾着だ。大の覚え書きのやつがここにあるんだ。関所じゃないのにあるんですね。大の高札場っていうんだっけな。でね、まんじゅう射撃って言って、普通に駐車場に行くまでもね、かなりのところがあちこち咲いてましたね。で、時期的にね、栗も売ってる時期です。この辺日高は結構栗が有名なので、売ってるんですよね。すごいね、いいですね。水天の日だって。干ばつとかがやった時に沈めるために建てたんだ。1830年、すごいね、本当に周りがね、大渋滞ですよ。こういうね、橋のところもあるみたいなんで、中入って、あ、すごいな、奥のところが埼玉県ね。あとはね、権現堂ってところも有名ですからね。でも一番はここでしょう、巾着田のところでしょう。奥にずらーっと人がこう歩いてますよ。あ、魚もでっかい鯉がいっぱい泳いでますね。上からも見えます。水がきれいなところありますね。すごいな、大行列だな。初めて来ましたよ、巾着田は。こんなに人がいるとは思いませんでしたわ。こっちが正規の駐車場なんですね。これ書いてありますよ、巾着田。ここが巾着の形してるから、そういうようなね、名前になってるんですよね。すごいね、駒川の。すごいね、土手にこんなに咲いてますよ。すごいすごい。権現堂はね、逆に土手の下の方に咲いてる感じなんですけどね。これ群生ですからね。いや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 、綺麗だわ、すごいね。こっち側が駒川が流れてて、こんな感じで土手にね、ありますよ。今日は青空じゃないのがちょっと残念ですけど、結構な人がいらっしゃいますんでね、もっと群生地があるんでしょうか。とことと行ってみましょう。これなんですね、まだね、土手沿いをとぼと歩いてるんですけど、公園の中には入れません。こういうフェンスでね、囲まれておりますので、中とはまた様相が違うんでしょう。500円で入れるますね、書いてありましたね。そう、結構かかるんだね。あ、並んでますよ、ずらりと。すごいな。確かに観光バスも結構いらっしゃいますし、駐車場も大行列だのでね、近いところを狙うと時間かかっちゃうかもしれません。場合によっては電車で来るのがよろしいかと思います。奥の方がもう真っ赤っかになってますからね。それが自然な赤ですから。いやいやいや、まんじゅう射撃、ヒガンバナはね、もともとね、1種類しかなかった、全部地下系で増えてったっていう、そういう特殊な個体ですからね。そう、実を作らないっていうね。すごいな、ここの境はすごいですね。ちょっとなんかツツジのあれみたいですけど。お、天皇皇后両陛下ご高校記念だって。いつ来たんだろう。今の上皇陛下ですね。平成29年の9月だっていらっしゃったって、日高市を。満開のまんじゅう作業を見たらしいですよ。すごいね。いや、これは綺麗だ、これは素晴らしい。一面の赤で、みんな高さが同じぐらいですからね。だからなおさら綺麗ですよね、本当に。いや、すごいな。
ょうどね日が当たってめちゃめちゃ綺麗ですよ。すごい。すごいね、500万本も伊達じゃないね。いやーすごい、うん、中にはね白いのが混ざってるとかしますよ。アルミのですかね、突然変異。いやー綺麗だ。この森の中もね雰囲気がかなりいいですね、うん、いや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 、これは皆さん来ますよ。これもあれですよね、確かね、コロナの時に全部ぶっ潰しちゃったんですよね、本当に、うん、それがね、残念だと思いますよ。あると来ちゃうからね、人がね。確かにね、トラクターでなんかやってる姿見る時ありますよ。残念、地元の人も残念だって言ってるような形の映像を。いやでも来年になったらまたこうやってね、ちゃんと花が咲くっていうことですから。500万本は伊達じゃないね、すごいな。白いのもありましたよ。この後ろは全部赤なんだけど、これ白いのがあってかなり目立ちますね。素晴らしい、美しいですね。ちょうど今日はね満開だっていうのが分かりますよ。もう下手すとあと3日とかになったらみんなちょっとシワシワに、ね、なっちゃうかと思うんですけど、いや綺麗だ。カワセミもいるんだ、すごいな。でこれでなんかお祭り会場みたいなあの催し物というかね、食べ物がいっぱいあるような場所に来ました。ぐるりと回ったのかなこれで、すごいね人が、うん、売店入り口客側はこんな感じ。もうすごい、とても綺麗だ。うん、ずっとなんか同じような景色になっちゃうかもしれないですけどね。でこの奥行きの規模感がすごいんですよ、奥までずーっとですからね。いやーすごいな。あこれでもう出口か、うん、ここでぐるりと回った感じですね。ハリさんは別に出店で何か食べようなんて思っちゃいませんので、このまままた帰ろうかななんて思うんですけど、まあ滞在時間1時間ぐらいですかね。あの同じ埼玉のサッペにある権現堂だとね、結構ねコスプレしてる人もいたんですよね。そこで写真撮る気の人もね、まんじゅうしゃけとねっていう人もいらっしゃると、ここにはそういう方はあんまりいらっしゃらない感じですね。なるほどなるほど、まあ、楽しみ方は人それぞれだと思いますので、ここはね比較的駅から近いっていうのもあるかと思うので、電車以外の形でもね来やすいのかなと思うんですけど、いかんせんあの時期がかなり限られてると思いますのでね、うん、じゃあまた戻ってみましょうか。